お疲れ様でした。お疲れ様でした。2回戦終わりと。はい。いかがでしたか。いやもう、いやそうやりもう気合十分やったんで、その緊張とか、まあ、もちろんあるんですけど、もうやることはやりましたね。とりあえず。まあ緊張しましたね。いや緊張まあまあ。僕はもう緊張はあんまり。あ、緊張しない。いやまあまあそうちょっとはしてますけど、でも気合は入ってましたね。はい、これに向けてあの YouTube に上がってる M1 の予選の出囃子をずっと聞いて1年間過ごしてきたから、逆に緊張しました、うん、そうするからよそれあれでこの慣らそうと思って、うん、最近こう劇場までね歩いていくから、うん、イヤホン聞きながら出囃子 A ブロックの出囃子とか書いてくれてんね、うん、それ聞いて今日は H ブロックで分かってたからそれを聞いて今日も来たんやけど、うん、逆にむっちゃ緊張した。そうするからですよそれは。やめた方がいいです。だからまあまあやめた方がいいですね。それやってる方は。いやでももう頑張りました。ほんまに、いやもうなんか何も言うぐらいですね。まあでもほんまに M1 やなって感じやったね、はい、やっぱお客さんの感じもちょっと普段とちょっと違うというか、うん、M1 って特別なみんな人生かけてる感じがするから、まあね、そこがやっぱすごかったですね。いやまあシード組っていうほどのまあその分際でもないですけど、なんかそのまあまあでも1回戦って感じでしたね僕らからしたら。なんかそのあ感じとして、ね、あいやもちろんもちろん一発目なんで。まあでも M1 のおかげでめっちゃ舞台いただけるようになったりとか、うん、ほんまに仕事量がめちゃくちゃ増えたんで。そうですね、ありがたいです。マジでそれでだいぶ今年は去年までよりはいろいろ頑張れてきたかなっていうのはありますね、うん、しかも M1 に向けてやってきたんで。そうですね、うん、いやもういけるとこまでいきますよマジで。もうほんまにいけるとこまでいきたいですね。はい、マックス、まあそれもちろん優勝も目指してますけど、まあ目指してますけどっていうか優勝目指して、まあそれも優勝というよりもいけるとこまで行く、うん、まあだから最後は優勝ですね、うん、はい。だから毎年この時期になったらね、あの草野球が決勝トーナメント始まるんですけど、うん、野球を減らして頑張りたいと思います。いや野球は減らしません。いけるときは行きます。野球も野球も行きますか。はい、もちろんそれは関係ないです。